奄美大島の海で幻想的な映像が撮影されました。サンゴの産卵の様子です。撮影者は力強い命の営みを感じてほしいと話します。龍郷町の倉崎海岸で撮影された映像。サンゴが放出した淡いピンク色の粒は精子と卵の入ったバンドルと呼ばれるものです。今週21日、サンゴの卵が帯状に浮かび海面を赤く染めるスリップが見られ、奄美海洋生物研究会の沖会長が潜水して調査し産卵を確認しました。岩のような感じでサンゴってなかなか動物で認識されないんですけれど、はい、まあ、そういうふうにこう年一回力強いこう営みが見られるということで、やっぱりその瞬間に立ち会えるというのは非常に嬉しいことです。奄美大島のサンゴはこれまで白化現象やサンゴを食べるオニヒトデの大量発生により一時大きく失われたものの、現在は回復しつつあるといいます。全体的に奄美大島のサンゴっていうのは回復傾向にあって、はい、以前のような水中景観を取り戻しつつある、一斉産卵した翌朝とかですね、風向きによってはこう集落の前の浜とか、そういうところに波しげに漂うこともありますので、そういう身近なところの、サンゴがそういう繁殖行動、産卵をしているというのをですね、知って、身近なものとして感じてもらえたらいいなと思っています。サンゴの産卵シーズンは8月頃まで続き、島内の他の海域でも見られる可能性があるということです。